霊夢ですじゃ。リグルでシュッシュ。今回はどんなホラゲやらせるつもりなんですか、霊夢さん。おお、珍しくリグルちゃんがホラゲやる気満々。違いますよ。どうせここに呼ぶってことはホラゲやらせるつもりなんでしょ。よくわかってきたじゃない。それなら話が早いわね。いつも霊夢さんがやってることでしょうが。今回やってもらうホラゲはですね、めちゃくちゃ懐かしいわよ。懐かしい？今や誰もが知っているとか言ではないフリーホラゲの 3D 版的なやつが、海外クリエイターによって作られたのよ。誰でも知ってるレベルってことは超怖いの確定してるじゃん。もう勘弁してくれよ。リグルちゃんの心の準備は待たずに早速ゲーム画面に移りますね。どうせそんなこったろうと思ったよ。この建物の外観に見覚えはござらんか、リグルよ。なんかすごく見覚えある建物でしゅねー。思い出せない？頭の片隅に引っかかってる気はするんだけど。それならさっさと始めてしまえば思い出せるかもね。いやいやいや、ちょっと待って。どうせ怖いやつなんでしょ。心の準備させてね。そんでもって今回ぐらいスタートボタン自分で押させてね。一体何のホラゲだったかな。これ以上視聴者待たせるわけにはいけないん。うわーん、またスタート勝手に押された。英語あんまりわかんないよ。有名すぎるホラゲなので今回は役なしでいきましゅ。よ？青にー。そんなに嬉しい？いや嬉しいわけないよ。これ絶対怖いでしょ。 3D 化がものすごく適当感あるけども恐怖は間違いなく保証されてるよ。リグルちゃんが辛辣な評価を下しました。 3D 化適当すぎるのでむしろ怖くなくなったって。怖くなくなったとか一言も言ってないよ。っていうかさっき思いっきり皿が割れる音したよ。突然皿が割れるなんてホラゲにはよくあることでしょ。私には怖いの。ひえー、音聞こえた。部屋向かうのね。うわぁ、台所広い。こんなに広い部屋だったっけ。リグルちゃんが部屋広すぎって文句言ってますよ。再現するならもう少しだけ狭くした方がいいとのこと。別に文句言ってないですよ。じゃあ絶賛してるってこと。それならこれからの再現度が非常に楽しみでしゅねー。私は怖いんだからさっさと終わらせて帰りたいんですからね。できれば今すぐ放棄して帰りたいけど。なんか椅子に座れたり持ち上げたりできるようになってる。なかなか凝ってるよね。椅子をドアの前に置いたりして青鬼の侵入阻止とかできるかな。そういう姑息な手段はしなくていいん。でも急に入ってこられたら怖いですもん。うん、なんかできる？水流せた。地味にすごいかも。反対側から見たら何かあるかな？なんもない。キャビネットちゃんと開きますね。中には何もなし。では皿調べてみますか。きっと青鬼がさっきまでいたんぜ。どうやら皿の破片手に入れた模様。あ、そうそう。この動画を公開するついでに、過去にプレイしていた青鬼定かや編のゆっくり実況動画上げ直しました。あ、そういや昔実況した青鬼って、定かや編だけだったっけ？そうでしゅよ。オリジナル青鬼はリグルちゃん見てないわよん。そういえばそうでしたか。オリジナル版で青鬼が初めて出る部屋はあそこしかないけど、リグルちゃんにはどこの部屋かわかりませんよね。うん。わかんない。あ、ちなみに上げ直した定かや編動画ですが、元データがすでに紛失していたため、以前上げていたチャンネルから再ダウンロードし、そいつをそのままこのチャンネルに再アップしてます。なので画質が結構悪くなってますが、ご了承ください。定かや編実況してた時ってさ、あん？青鬼っぽい影が通ったよー。定かや編実況してた時が何？そん時ってさ、プレイ中に立ち絵表示すること、あんまなかったよね。あの頃は PC スペックがかなり時代遅れだったからね。立ち絵表示しながら編集すると尋常じゃないくらい重かったし、書き出しも6、7時間かかってしまってたので、立ち絵非表示にしてエンコード時間稼いでたわけよ。なるほど、そういう事情があったのねー。今のスペックなら立ち絵表示したままでもかなり余裕よ。ただし立ち絵表示状態におけるエンコード時間は思ってたほどの短縮はできなかったわね。性能的には3倍近く短縮するはずが、実際は2倍いくかいかないかですん。ダンスの中にたけしくんがいましゅ。特に話しかけられないみたい。オリジナル版だと話しかけるとガクブル言ってた気がしましゅ。今思ったんだけど、3D っていうより 2.5 次元じゃない？キャラクター全員完全 3D 化されてるわけじゃなくて、2D を無理やり 3D に置き換えてるだけじゃん。そういう細かいことはどうでもいいの。3D 風にしてみただけでもかなり印象違うわよ。早く青鬼が目の前から迫ってくるところ、見てみたいわねー。上から俯瞰する感じじゃない分迫力ありそうねー。よく楽しみにしてられますね。私怖すぎてきつい。さっき拾った鍵って、多分ここだよね。どうやって鍵使えばいいの？調べても使えませんかね？使えません。
あ、Fキーをしたらアイテム画面出てきた。ほうほう。ちゃんとアイテム装備してから使う感じになってるのね。割れた皿の破片も装備できましゅね。セーブもいつでもできるようでしゅ。では、入ってみますね。図書室。かな？え？早速青にいたよー。ちゃんと図書室で出るところ、再現されてるわね。素晴らしい。そんなこと先に言って欲しかったよ。リグルちゃんはオリジナル版やったことないんだから、教えたら面白くないじゃない。霊夢さんの鬼畜。多分さ、光ってるやつ取ったら絶対追いかけてくるよね。どこにもいない。早く机の上の鍵入手して次行きなさいよ。誰もいないから。本当ですかいな。いやー、霊夢さんの嘘つきー、急に出現したじゃない。右手で先でもきつくなぎ。なんで後ろ振り向いた、わら。どれくらい足早いか確認したかったんだよ。でも想像以上に早かったよ。確かに 3D 青に超早かったかも、わら。2D だったらまだ上からの視点だし、そんなに足早くないから落ち着いて対処できそうだけど。2D の場合、ヒロシと青鬼の移動速度同じだから、あんまりミスれないわよん。そうなんだね。逃げるよー。本棚に引っかからないでよー。よく捕まらなかったね、わら。さっきのは地味に奇跡だったでしゅ。適当に上に逃げてるんだけど大丈夫かな。うわーん、早すぎー。結構シビアねー。下手したらオリジナルより難しいかも。曲がり角で引っかかるしよう、つらい。今度こそ逃げ切るもん。いつの間にかここ開いてる。そこバスルームで行き止まりぬ。わらわら。なんか偶然線引き抜いちゃった。てかこれ積んだかも。嫌だ、許してお願いします。勘弁して。なぬ。リブルが神回避発動するとは、なかなかやるじゃない。そうだ。たけしくん一緒に隠れさせてー。たけしどこ？たけしはすぐいなくなるのよ。そうなんだ。何の音も聞こえないわね。オリジナル版だと青鬼が部屋出入りする音がしたと思うんですが。え？それじゃあいるかわかんないよ。ハンカチ落ちてた。青鬼は巻いた模様でしゅ。次出てくる前にさっさと進めたいけど、どこ行けばいいの？ハンカチを手に入れたら、次にホニャララ手に入れて、ハンカチとホニャララを組み合わせ、どこかの部屋で使うのです。アイテム組み合わせて使う場所あるんだ。そして肝心のアイテム名教えてくれないのね。リグルちゃん初見なんだから教えちゃったら面白くないでしょ？私怖いからさっさと教えてくれてもいいんでしゅよ。アイテム組み合わせられるってことだけ教えたから十分でしょ。適当に3階上がってきちゃった。何やってんの？なんか椅子に登ったり持ち上げたりするとき、左クリックと右クリックに割り当てられてる動作が交互に入れ替わるバグ発見。あら、そうなの？なんでドアの前に置いた、わら。青に足止めできたらいいなーって。ここにも隠れ場所あるね。次の部屋行こう。あれ？入れない。え？ドアだけ？おう。これは懐かしいわね。こんなのもあったあった。結局この部屋何もないのかな。仕方ないので別の部屋探しましゅ。あ、この部屋って。ベッドルームキー持ってるから、ベッドルーム入れるよね。よく気づきましたね、リグルちゃん。えらいえらい。私だって簡単な単語くらいはわかりますから。この部屋はベッドが一番怪しそうだな。あ、セーブはちゃんとしとこう。あそこのタンスは隠れられる？ここは隠れられないのか。鬼が来る前にさっさと調べないと。もう一方のベッド調べてなかった。あ、なんかある？あれれ、押せない。押せた。これは隠し通路？こっちのベッドも何かできるっぽいけど、何が起きてるかわかんない。この部屋は？真ん中にピアノがある。これは超懐かしいですわ。結構謎解き難しいからさまようこと間違いないわね。ここ難しいんだ。何この金庫？よくわからないマークが4つ並んでますね。パスワードは4桁の数字らしいでしゅ。1万通り全部試せば開きますね。そういう力技使うの禁止ね。冗談ですよ、霊夢さん。ちゃんと考えてみましゅ。何パスワード打ってんの？先に謎解きしてからよ。順番が楽なのよ、楽。パスワード打つ時の仕様確認してるだけですよ。
キーボードの2から5を打つことで数字を変更できますね。すっごくやりづらい。一部の鍵盤に血がついてる。リグルちゃんにはわかるかな？あ、鍵盤の形がさ、あの4つ並んだマークと同じ形してない？なかなか勘がいいでしゅよリグルちゃん。その調子その調子。白鍵盤の形と金庫のマークが一致しそうでしゅ。この考え方合ってますよね。白鍵盤に対応してるとだけは教えておきましゅ。あとは自力でできるかな？これ以上は教えてくれませんかね？霊夢さんが無言になっちゃった。これは一体どうすればいいのかな？血のついてる鍵盤と数字との関連性が見えてこないよ。ドツボにはまってますねー、わら。はまってるらしいでしゅ。一向に溶ける気配がないのでヒント教えました。あの血をハンカチで拭かないといけないそうなんですが、今のままだと拭き取れないので、何かしらのアイテムと組み合わせて拭き取るらしいでしゅ。あ、バスタブに何かある？なんて読むの？スクリュードライバー。ネジ回す工具ですよん。ハンカチと工具を。手無理か。こいつはどの部屋で使うものなんでしょう？現時点では全く心当たりがない。初見だとなかなか気づけないよねー、この謎解き。やっぱ結構難しいんですか？難しめではあるわね。ただ全く気づけないほどではないわね。なかなか絶妙な難易度の謎解きよ。ソープ？体洗うやつ？こまめなセーブ。便器は何もない。もうそろそろ気づくことあるでしょ。なんとなく気づいてますよ。あら、口出しする必要なかったっぽい。あれ、ピアノ調べようとしたら瞬間移動した。たまに変な挙動を起こすわねこのゲーム、わら。では、この木を拭き取るためにでしゅね、ハンカチとソープを組み合わせましゅ。で、組み合わせるにはどうすればいいのかな？どうやらハンカチ装備した後にソープを装備すると勝手に組み合わさるようでしゅ。これでようやく木を拭き取れますね。679。これが金庫のマークと対応する数字みたいですね。すごい。ちゃんとそこまで再現されてて素晴らしい。わら。霊夢さん知ってたなら教えてよー。心臓ちぎれるかと思ったよー。あそこは教えると面白さ半減ですからね。うへい？捕まった。ピアノのヒント分かった瞬間出てくるとかタイミングいやらしすぎでしょ。今プレイしてもよくできてると思うホラゲですわね。しかも 3D であれやられたら怖さピエン超えてパオンですって。最近覚えた流行りを使いたかっただけでしょ。まあその通りでしゅ。ここからだよ。逃げろー。今回はちゃんと逃げられるかな。秘策あるよー。ベッドルームとピアノの部屋をぐるりぐるり。リグルちゃんにしてはよく考えられました。あーん、また引っかかる。あれ？ぐるりぐるりするんじゃなかったの？ちょっとパニクっちゃった。もうちょっと冷静になりなさい。霊夢さんみたいに冷静になんかなれないですよー。どうやらうまく負けたようでしゅ。これでピアノの部屋戻っても大丈夫だよね。では鍵盤の形と数字覚えて、金庫のマークに当てはめていきます。おかしいなぁ。6769じゃないの？リグルちゃん、ものすごく惜しいぬ。数字の書かれた鍵盤を金庫のマーク順に配置した時のパスワードのはず。でも鍵盤を180度回転させて形を合わせると6と9で変化するから、それで頭こんがらがってぐるりぐるりしちゃう。頭の中でうまく鍵盤と数字回転させられないなら、メモ用紙に書くのもてよ。なんかそれやると霊夢さんに敗北したような気になるのでしません。何勝負してんのよ、わら。リグルちゃんはリグルちゃんのスタイルでいいんでしゅよ。間違えた。2桁目じゃなくて3桁目が間違ってるはず。やっと解けた。おめでとうさん。解読するの結構時間かかったよ。キッズベッドルームキー？子供の寝室かな？どこにあっただろう？ピアノの謎解き終わったから、もうピークは過ぎたわよ。残りの謎解きもちょっといやらしいけど、知ってたらすぐクリアできるところまで来てるから頑張ってね。早速子供の寝室発見。もうすぐクリアできるって？ 3D 版は序盤だけらしいのよ。そう考えたらもうすぐで終わりだと思うわね。あ、仲間がこんなところに。っていうかどうやってこの部屋入ったの？鍵かかってたのに。多分寝室逃げ込んで中から鍵かけてたんじゃない？知らんけど。ちゃんと本編では仲間助かるんですかね？ほとんど死にますよ。誰か生き残った気がするけど、どうだっただろう？記憶曖昧だからごめんね、わら。なんか棚の上に光る物体が見えますね。椅子買ったら取れそう。
ライターの燃料よ。なるほど、ライターと組み合わせて使うものっぽいね。ではセーブ。で、次からどうすればいいの？さまよえさまよえ。霊夢さん、その顔イラッとくるからやめてくんない？あら？取ったの？壁でスタックしました。なのでロードし直しました。デバッカーリグルちゃん。デバッカーは本来霊夢さんの仕事でしょ。デバッカー霊夢ちゃんは。一体どこ行けば。あ、生きてたんだね。誰だっけ？拓郎さんね。会話が完全に理解できないよ。会話内容はオリジナルを英訳しただけなので、ちゃんと内容を知りたければオリジナルを後でプレイしてね。あ、それは勘弁してほしいでしゅ。これ、会話内容わかんないと次進む場所わかりづらいとかない？大丈夫よ。英語わかんなくても雰囲気でいけます。それならいいけど。マジであのハリボテドア何なの？どうして存在してるわけ？想像以上に迷いまくってたので答え教えました。まさかこのハリボテドアでドライバー使うなんて思わなかったよ。こんなの絶対わかるわけないって。なんかドアのブテに入れた。これでもう最後までいけるっしょ。ここまでいやらしいとあんまり自信ないでしゅよ。一応ヒント教えるとするなら、拓郎は一回お調べてみると言ってました。つまり、私も一回お調べに行けば何かわかるかもしれないと？あ、そういえばミカさんはまだ大丈夫？ちゃんと生きてました。味方がいなくなるのは心細いですからね。では一回ですが、なんか変わった場所は？玄関は開くわけないよねー。あれ？そういえばこのドア開けたっけ？和室。予想しますよ。これは間違いなく出る。ネネ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 ネ誰だよ。知らないとか失礼だよ。え、有名人。大物ゲーム紹介系 YouTuber よ。勉強不足で知りません。ダンス隠れる。逃げ切ったかな。あげし。うわん、ダンスはアンチじゃないのー。あんまり同じ場所隠れてたら死にましゅよ。わら。全然甘くない世界なんでしゅね。ではもう一回挑戦しましゅ。うお、逃げろー。今度こそちゃんと巻いてやるんだー。うわ、また引っかかるよ。ふざけんなよ。リグルちゃんコントローラー床に叩きつけるのやめてね。あ、ごめん。つい。でもあんたがホラゲでムカついて物に当たるの初めてだわ。わら。多分バグでイライラするだけじゃなくて、霊夢さんに無理やりホラゲやらされる苦痛もストレスとしてあるんだと思いましゅ。だからといって他人の物に当たるの禁止ね。それは反省しましゅ。ウォールペーパー？もしかして皿の破片使って壁紙破ける？リグルちゃん頭冴えてるね。すごいすごい。別にそれほどでもないよ。ハリボテドアの謎解きなかなかできなかったのに、こっちは普通にわかるんだね。えらいえらい。霊夢さん、妙に私のことバカにしてません。虫の割にちゃんと謎解きできるなんてすごいすごい。絶対バカにしてるよねー。っていうか完全にベルズさんの魔物がいる絵意識してるよねー。ちゃんと突っ込んでくれました。すごいすごい。で、余裕で中に入れたのはいいんだけど、真っ暗で何も見えませんが。何も考えず真っ暗な部屋にとつるリグルちゃん、ある意味すごいすごい。すっごいイラつく。何も見えないのでやり直しましゅ。またコントローラー床に叩きつけられるのは勘弁なのでもうやめておきます。ここで皿の破片とドアノブを使って入れるようにしましゅ。で、すぐに中入ると真っ暗で何もわからないので、何かしら光るものでも探してみますかね。そういえば和室の青に攻略してなかったね。3度目の正直、もうバグらないように慎重に曲がり角曲がっていきますからね。頑張れ頑張れ。なんで捕まったの？早すぎじゃない？一瞬立ち止まったのがいけなかったわね。引っかからないように調整したつもりがアダになった。今度こそちゃんと逃げ切る。ベッドルームとピアノの部屋ぐるりぐるり作戦で。あーん、ベッドの角に引っかかるの禁止。危なっかしいわね、わら。おめでとさん。しかしこれで喜んでちゃダメよ。多分あともう少しあるからね。は、はい。もう一回和室調べてみよう。左からも出てくるのはなしね。ライター、これと燃料組み合わせたら真っ暗な部屋通れるんじゃ。順調ね。でもここから暗くなるのは嫌だな。暗い中、急に目の前に奴が出てきたら。怯えててもプレイするしかないですん。霊夢さんが無理やりプレイさせてるんですからね。本来は私、ホラゲプレイする必要ないんですから。
だって露骨に怖がってくれるのリグルくらいだし。ヨウムさんもいるでしょ？ヨウムちゃんもそこそこ怖がりだけど、リグルちゃんの大げさな怖がり方の前ではかすむんよねー。そうやって私が怖がるところ見て面白がりやがって、非常に不愉快です。そう言いつつちゃんと最後までプレイしてくれるリグルちゃんには感謝してますよ。ほんと、いつもありがとね。急にありがと言われても何も出ないんですからね。と喋ってるうちにアイテムゲット？見事に引っかかってくれました、わら。急にあそこで来るなんて知らないよー。しかしリグルちゃん、今日は気絶しないですね。もしかして結構耐性ついた？自分的には耐性ついた感じしませんよ。いつも通り心臓張り裂けそうで怖いでしゅよ。あ、部屋の真ん中にろうそく。ちゃんと明かりつけれたんだ。今度は牢屋の扉閉めてから鍵取ってみるね。あ、そうだ。何？どうしたの？この椅子をでしゅね。ドアの前に置いて。それ正直効果あるかわかんないけど、わら。ここまで念入りにやっておいたら大丈夫でしょう。これで入手。うわ？拾った瞬間から入ってくるのね。一応中には入ってこない？このままじゃ出られないじゃん。ひ？あ、このシーン、定屋編でも見たことある。そうね。オリジナルでも定屋編でもあるわよ。しかし牢屋ガシャガシャする音がなかったわね。音まで再現されてたら超怖いので、むしろ無音助かりまっしゅ。あら？椅子に引っかかってんじゃん。持ち上げて寄せないと。なんか持ち上げられないんだけど。でもそうしないと動けないわよ。これ、完全に積んでない。一応牢屋には戻れるけど。なんでこうなるのー。リグルが余計なことするからですよ、わら。まさかやり直すしかない。直前からロードしてみてはいかが？実は牢屋の中でセーブしちゃってるから、ロードし直しても状況変わらないですん。じゃあ最初からやり直すしかないじゃん。うそーん。時間はたっぷりあるから待っててあげるわよ。余計なことしなきゃよかったよ。ようやく先ほどのところまで戻ってきたよ。お疲れちゃんです、わら。ここまで戻ってくるの地味に時間かかったよ。青鬼から逃げるときに壁とか角に引っかかるから難しいんだよ。死ぬ一番の原因が引っかかって動けなくなることですん、わら。やり直しの過程でコントローラーまた叩きつけられるんじゃと思いましたが、大丈夫でした。もう鍵かかってる扉はここしかないので、牢屋で拾ったのを試しますね。さっきの悲鳴はもしかしてミカさん、青鬼に見つかっちゃった。セーブセーブ。もしかして殺されてないよね。遅かったか。いやー、来ないでー。後ろ振り向く演出反則だよー。あんなの怖いに決まってるよー。3D だとあんな感じに映るのねー。割と早めに負けたね。ミカさんもう逃げたの。よかった。あの短時間で逃げたんなら大丈夫でしょう。本当に逃げたと思ってんの？これ以上は言わないでおくわね。リグルちゃんは後で個人的にオリジナル版プレイして、真相を確かめておくことをおすすめします。あれ？ゲームオーバーになっちゃったけど。3D 版はここまででしゅよ。クリアおめですん。なんだ？これで終わりだったのね。本来はここからさらに続いていくからね。ちゃんと内容知りたければ個人的にプレイしておきましょう。わ。私はこれ以上踏み込まないでおきましゅ。そう？なんかもったいないわよそれじゃあ。怖いんですから仕方ないですって。まあいいや。とりあえず本ゲームの実況はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。怖かった、面白かったという方はぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。どうもありがとうございましたー。